リーチのケイです。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。今日はこれだ。はい、キャベツ千切り王決定戦、よいしょ。待って連打じゃないよね。え、これ連打じゃないよね、これ連打集すごいけど、まあやってみよう。いや、昨日やったばっかじゃん。俺リクエストいただきました。あ、リクエストは結構ね、結構くれたんだよ。なんか2、3件くれたのかな。あ、ありがとうございます。そう、あともう一個は連打のやつにリクエストもらってて、それも明日やろうか。え、連打ちょっと待って、なんで連打これギュッてやんの。なんでここでギュッてやって撮んだよ。ちょっと一回やってみよう。別日で撮ればいいだろ、連打一回やってみようと思って。まあ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 、まあ、じゃあまあ見てて、簡単、もこのゲームほんと簡単。ゲームスタート。はい、相手を細かく多く切れ、そしたら勝ちだ。勝ちというか、ただ記録が出るだけです。連打じゃねえかよ連打じゃねえかよ。あれだな、いやいやいや、もうね、ほんとシンプルです、このゲームは。もうほんとにシンプルで、こうやって例えば連打しないとほら、あ、ほんとだほんとだ。で、これが本数が出るんですね。あ、本数、あ、なるほどね。本数と極細かく切れ、最後のなんだこれ、最後の影じゃねえか一番最後に今影だったよね、今ほら、あ、なるほどね。147本切れました。で、この極細記録、はいはい、要は細かく切ると多分これが小さくなってくるんだね。なるほどね。これが小さいと食べるんだよね。はいはい、0.03 ミリってあんま見たくないし、これちょっと更新してもらうよ、なんか多分これは余裕だと思うけど。ちょっとマジか、うん、昨日連打ゲームやって、はい、結構俺本当に終わった後めっちゃ熱くて、ケイさんに触ったら熱っって言われたから腕熱っって言われる。ほんとそんくらい熱持つから、連打系っていうのは連打業界でこれ常識ですからなんそう、腕のやっぱクーリングって大事ですから。まあまあまあ、クーリングせずに一日したから大丈夫。言うて昨日の夜、その後普通に筋トレしたからね、寝る前。何やそんなの結構今ね、疲労は溜まってます、腕のいきなり？いきなり始まるよ。これどこでもいいパターン。2、1、スタート。おお、痛い。あー、もうくせえ、もうほら、だって疲労が溜まってます、疲労が溜まってます。いや、ちょっと待って、もうしんどい。ただいまもう記録すぐ超えた、俺の記録すぐ超えた。ちょっと待って、まあリアルにもうしんどい、これ。待って、本当に筋肉痛だ。待って、これ本当に筋肉痛、本当に筋肉痛。え、これ関係ないじゃん待って、びっくりした。俺ネタで最初言ってる感あったじゃん、うん、ガチで筋肉痛だわ。初めてだ、俺連打筋肉痛って感じた。やったぜーちょっと待って、どうした？腕が痛いですやばってこれガチなやつだ。だからほんと感覚開けなきゃダメだって、連打系は。ほんとに筋肉痛だから俺腕。今回の連続は試み初めてなんで、ね、まあまあまあ、こういう結果が分かったよね。で、今日はどうする、これ、いつどこ行ったら自己記録、どこ行ったら終わりする。今日これでも極細は 0.03 は最高なんかな、ぽいよね、なんかぽいかもしれない。だからこっちにしようよ、本数連打だからさ。いや待って待って、これもう俺一発目でこんな疲労出てると思わなかったから、うん、250にしてくれイエーイ、いける。リアルに頑張ってこんだけだから、250は結構際どいラインだと思う。行くか、行くか、行っちゃう。いや本当に筋肉の常識として、筋肉するとき筋トレしちゃいけないんですよ。まあそうだね、そう俺も聞いたもん、それちゃんでしょ、うん、筋肉痛が治ってからやんなきゃいけないから。そうすると効率っていうか、ちゃんと、ね、そう、すごいね、筋肉てか俺マジでさ、本当に連打業界の神目指してるじゃん俺、それガチで連打筋鍛えようとしてるじゃん、それいけるぞ、これは新しいじゃん。いけるか、やっぱゲームっつったら連打系 YouTuber ちょっとなるか、はっつって。まあ今日は良くないけど、ちょっと良くないってことが勉強だったから、うん、連打筋も筋肉痛になるってことが分かったでしょ、みんな感覚を開けましょうっていうね250いけっからこれ。250確かに今ね、後半ちょっとね失速したからだろ、結構手抜いただろ後半はね。まあ本気出せば、ちょっとまあ分かった、経費でアクエリス買ってください。それはダメです、アクエリス買えよなんで自腹なんだよ、それはダメです。アクエリスとあとクーリングスプレー買ってくださいダメですいやダメ、じゃないともう次ちょっと連絡して、それはもっとお盆になってから言ってください。いやそのくらい買えるだろ、そのくらいになったかな、あなた経営下手か、それ買えない経営下手か行きましょう、よろしく頑張ってくれ。今日はスンと笑おう、頑張って250です。250出します、スンと笑って言います、ね、はい、集中です。結構来てっかな、集中。じゃあ気合い入れる、歌えるいい。今日はもう朝だから歌うよ。いや、うるさい、昨日の生放送は歌えなかったけど行きます。はい、いけ、よいしょ、いいよ、いい調子だよ、いい調子、いい調子、いいぞ、おい、いけんじゃない、いけそうだよ、いけそう、全然いけそうだよ、あ、全然いける、全然、よーしょー、0.01出た、ごめ
俺300いけんじゃない？いけない。いやこれ結構もう限界今、もうほんと限界今、あと13本だよ。ああ300いけんじゃないこれ。いく。もうね今聞こえてくるみんなの声が、いけるっしょって聞こえてくる。ちょっと最後手抜いてほしいよ。いや抜いてねえよ、実は実は抜いてるようで抜いてない。結構きついリアルな数字。ただあと13って聞かれると、うん、最初の方頑張ればさいけんじゃん。で、うん、キャベツを切ってない時、うん、煮た豆の時はカウントされてなかったんだよね。なるほど。でもそこをちょっとインターバルとすればもうちょっとそのいけるかもしれない。いけるかもしれない。3人頑張ろう。歌ったとく。いい。うるさいから。本当にうるさいからもうあれ。笑っちゃって集中できないんだよ。君の歌は。じゃあ歌わないでいくか。行くか。よし。頑張ろう。気合いだもん入れる？気合いだ。気合いはいい。行く？いい。もう笑っちゃうからよ。よし頑張ろう。よし頑張る。これを頑張れば何か待ってるぞきっと。連打王に俺はなる。よし。いいぞ。いいぞ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 いけるよ。ダメだダメだダメだ、いけるよいけるよ。限界です。やっぱりごめんなさい、限界です。ジンジンします。ここっから先も全部ジンジンしてる今。こっから先がもうジンジンしてる全部。ダメでした、多分ダメです、これダメです、ダメです。もうね、分かりました、もう限界っす。限界。それは何、腕がやっぱり、腕がやばい、腕がいけてたらいける、いけるもう、腕がいけてたらいける。分かりました。じゃあ次回にまた持ち越しましょう。これパート2はないだろう。これはあります。パート2あんのかよ。パート2あります。パート…キャベツ千切りパート2ある。これはどうしても300やっぱ見たい。いやいやいや、ちょっと待って、今日はしょうがない、もう不戦勝だよ。腕がね、もうこれはしょうがないよ、あの怪我だから。涙の不戦勝ですよこれ。もうだから自己調整ミスってる感じだから。そうそうそう、調整ミスってる場合はいけないんで、調整ミス。いや違う、君だよ。連打ゲームは感覚開けろって散々言ったのに、なんで同日にやってくるの。連打みんながやっぱ結構リクエストもらったリクエストほんとありがとう、結構いただいてて。なんでそんな見たい俺の連打ゲーム。ありがたい、ありがとうみんな。だからまあじゃあこれ300あるかな次回。いやまあちょっとやるわ、ちょっとじゃあ、まあ、最悪ツイッターでも画像スクショでちょっとやるわ、ね、ちょっと面白かった動画にもするし、まあ、ちょっといつになるか分かんないけど復帰したらやりたいと思います。ちょっとやっぱりね、連打系はインターバル必要ってことが分かりました、本当に。筋トレと同じ、本当にみんなも筋トレと一緒だからね。感じたことある、ここが筋肉痛って感じたことある。そう、あのここの腕筋がなんか鍛えられるとさ、モテるってよく言うじゃん。あー腕が、腕好きな人よりモテるよ。だからあの、ぜひモテたい男子。でもさ、これ頑張りましょう、連打系で。こうやってこの動きが速くてモテるだけじゃん、それ。違う違う違う、ここ腕の筋肉だって。いやまあね、でも結局それをアピールするときってさ、こうやってやってた。違う、これ力入れたらブッてなる。また違うけどさ、これモテるからね。男子諸君みんなやってくれ。きついわーこれ。おすすめだよ連打が。はい、次は連打系は感覚を開けましょう。はい、開けましょう。はい、はい、ということで今日は終わりです。はい、ぜひぜひちゃんと感じます。ありがとうございます。またやります。バイバイ。またね、もうこれが筋肉痛なんで、だから。おーやーどっそい、はぁはぁはぁ、ストレス書いたな、あのいけると思うんで、本題いい、はぁ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 。